はい、外来種雑草、こちら瀬田川立ちと大荒れしのぎくバカナス、お仙丹草、お白い花とアメリカ仙丹草ですね。それから洋州山ごぼう、ぶどうみたいですね。それから目松よゆさ、それからこちら荒れちゅうりですね。それから大金系ゆくがあります。ということでございましてですね、雑草をとにかく焼いてですね、外来雑草ですね、外来雑草をとにかく焼いて、そしてどけて灰にしたものをヤブツラ好きにあげたわけです。今花が咲いておりますよ。そして鞘もついておりますよ。これがね、熟するのが早いので、その熟して速攻で取らないと弾けてどっか行っちゃうんですね。なるべく多く逃げられないように、そしてこれで美味しいおくしろこができます。雑草でボーボーにしとくんであれば、このようにヤブツラ小豆を侵入させて覆ってしまえばいいんですね。そうすると一面の穀倉地帯になります。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。